はい、というわけでどうも、マルトラです。今回はジャンプチなんですけども、本日お知らせ更新されまして、何やらえんぐい情報が飛び込んできたんで見ていくんですけども、こちらというわけで、伝説キャラジンの日本版登場時期について、はい、これなんですけども、1月20日、海外版ジャンプチで、伝説星5キャラジンが登場しました。はい、ハンターハンターのジンですねにつきまして、日本版ジャンプチヒーローズにおける登場時期をご案内させていただきますと、ハンターハンターのジン来ること決定しました。まず拍手。まあこれはね、僕も前予想動画出したんですけども、いや、ジンを差し置いて誰が伝説キャラおんねんと思ってたんで、まあこれは確定事項やったね。もうよ、驚かなかったですね。逆に。もうそりゃ来るわな、いう話やったんで、まあ日本に来るというわけなんですけども、その時期、まあ今後の日本版のスケジュール等を踏まえて、チーム内で協議を重ねた結果、海外版の時期に合わせて1月25日の登場とさせていただきます。まさかの来週というわけで、はい、急遽出ました復帰ですね、はい、復帰の悪夢再びというわけで、ジンが伝説キャラとして1月25日に登場いたします。はい、これ伝説やんな、無双キャラではないやんな。まあ、下に書いてあるんですけども、昨年登場した復帰と同様に、無双伝説の登場サイクルから逸脱する形での登場というわけで、まあ伝説なんかな。でこれに合わせて、ルビー1000個プレゼントというわけで今日配られたんですけども、まあ率直な私マルトラの意見としては、まずジンが来てくれたことが嬉しい。まずこれですわ。まあ、僕ハンターハンターアニメ全部見まして、漫画全巻買ってまして、最新巻の39巻やったかな、あれも買いまして、今ってまだ連載中ですか、わかんないんですけども、また新しい巻数出んのかな、買おうかなって思うんですけども、まずそれ一つね。二つ目、ルビーがない。あ、これなんですわ。はい、もうね、登場した時期はどうでもええわ。個人的に登場した時期はどうでもいい。逸脱する形、僕は個人的にはどうでもいいです。はい。サプライズ登場としては僕はもう全然いいと思うんで、登場する時期はどうでもいい。うん。引くルビーがない。これですわ。天井が確か、伝説は2万8000ルビーやったかな。確か。ちょ、覚えてへんねんけど、約3万ぐらい。なんですよね。ルビーがないんですよ。もうこれだけですわな。僕が今一番というか、心に残ってること。はい。ルビーがない。ほんで、宝玉もない。これですわ。もうね、いろいろ玉食わしたんでね、最近。玉とルビーがないというので、僕はもう、はい。バッターになるほかないですね。はい。ピッチャー振りかぶって投げました。ストレート160キロ。バッターどうだ、バッターどうだ、これは振りかぶるのか、課金、課金をするほかないんですけども、いや、ジンか、そうか、性能どんな感じになるやろ、どうなるやろな。いやー、強いぞ、これは絶対に強いと僕は思います。はい。ほんで、まあ、いろいろね、ツイッター等々で言ってる人いると思うんですけども、まあ、それ一旦全部置いといて、じゃあよ、5周年の伝説誰？僕はそれよ、登場した時期、ルビーとか、まあ、いろいろあんねんけど、もうそんなん一旦置いといて、5周年の伝説じゃあ誰な？ここでジンを出す。僕は思わなかった。海外版でジン登場したことは知っておりました。いろいろ情報が回ってきて、コメント欄でも教えてくれた人いたんで。だから、
日本版は、まあ、遅れて5周年でジンが登場すると僕は思ってました。ただしかしここでジンが来るということは伝説、しかも周年イベントのロジャーとかベジットとかがもう飾ってきたその枠、あと誰がいますっていうことに僕はもう意識を割かれてしまいましたわ。え、誰マジで誰ですか。なあ、残ってる他にジン以外に、僕はジン以外に、まあ過去にもね予想動画出してたんですけども、ジンが大本命で他がいなかったんですよ。誰他おるか。僕が今頭にパーンって浮かんでんのは、ジョルノのゴールドエクスペリエンスレクイエム GER ですね。ただそのジョルノ GER ゴールドエクスペリエンスレクイエムって戦闘シーンがないんですよ。そこ、なんかそんなドラゴンボールとかワンピースみたいにダンバンドーンみたいなのがあんましないんですよね。まあ他のこのジャンプ地に登場しているキャラの中でそういうキャラクターたちいるかもしれない、僕が原作を知らんだけで。ただしかし、まあ僕はアニメを見たんで、アニメを見た知識としてはそんながっつりしたド派手な戦闘シーンがね、あのなかったんですよ。だから僕、まあネームバリューとしては凄まじいもんがあるんですけども、なんかちょっと違うかなっていうちょっと引っかかってるもんがあるんですよね。だとすると誰が来るか、これはもう分かりませんわ。ジンじゃないとすると5周年という周年を飾る大目玉伝説キャラ、誰誰なんでしょうか。これ皆さんの予想を待ってますわ。ほんでまた近日中に予想動画出そうかなと思います。更新しようかなと思いますわ。これ楽しみ。